はい、本日は新しい資本主義のグランドデザインおよび、実行計画2023改定案について取りまとめました。昨年6月に閣議決定して以降、この1年の間にスタートアップ育成、5カ年計画、資産所得倍増プラン、そして三位一体の労働市場改革の指針と具体的政策が着実に進展してきました。これに呼応して民間部門においても30年ぶりとなる高い水準の賃上げ、企業部門に醸成されてきた高い投資意欲など、これまでの悪循環を断ち切る挑戦が確実に動き始めています。こうした動きをさらに持続的、構造的なものにしていくため、今般改定を行い閣議決定することとしました。第一に、人への投資、構造的賃上げ、労働市場改革です。まずはリスキリングによる能力向上支援を促し、それを的確に評価し、賃上げにもつなげていくために職務給・ジョブ型の人事の導入を進めます。これにより希望する個人が雇用形態、年齢、性別、障害の有無に関わる有無を問わず、自らの意思で、企業内での昇任昇給や企業外への転職による処遇改善、さらにはスタートアップ等への労働移動といった機会を確保できる社会を作っていきます。また中小企業等への対応について、賃上げの原資を確保し、成長と賃金上昇の好循環を実現する価格転嫁対策を徹底します。第2に、投資促進です。市場に任せるだけでは過小投資となりやすい分野について官民連携を進め、的を絞った公的支出を行い、これを呼び水として民間投資を拡大させます。特に半導体、蓄電池、データセンター、バイオといった戦略分野では大規模な立地投資を計画する必要があり、ランニングコストも巨額に上ります。民間事業者にとっては中長期にわたって十分な予見可能性が確保されていることが重要です。世界に遜色ない水準で税制予算面での支援を検討します。AI については利用の促進、リスクへの対応、開発力の強化の三本柱に沿って取り組みを行います。日本の誇るべき、クリエイター支援、についても、検討を開始します。科学技術イノベーションについては、認知症の治療などの健康医療分野、量子技術などに取り組みます。第3にスタートアップ育成と、企業の参入体質の円滑化です。ストックオプションについての会社法制上の措置を講ずるとともに、税制の拡充を図るなど、5カ年計画を確実に推進します。また事業不振の場合の早期相談体制の構築、金融債務の減額についての事業再構築法制の整備などに取り組みます。第4に、新しい資本主義の重要な要素である社会的課題の解決について、インパクトスタートアップの認証制度の創設など総合的な支援に取り組みます。加えて資産運用力の向上に向けた取り組みや、地方におけるデジタル田園都市国家構想の実現のため、規制の一括改革等を進めます。今月中旬の閣議決定に向け、後藤大臣を中心に関係大臣が協力して与党とも調整を進めていただくようお願いをいたします。以上です。ありがとうございました。